鋼先生、いつもご指導いただきありがとうございます。ウィッススウィッススはい、こんにちは、鋼です。本日も YouTube、ご覧いただきありがとうございます。本日はですね、懸垂ができるようになるトレーニングをご紹介していきます。そしてですね、ここにいる彼誰ですか？青木と申します。青木さんでございます。青木さんですね、ちょくちょく僕の動画に出てきているので、分かる人には分かると思います。どうもお世話になってます。トレーニング歴はどのくらいですか？もう1年半以上ですかね。1年半ぐらいお世話になってます。一緒にトレーニングしてます。はい、はい、ここで、青木さんのビフォーアフターをご紹介します。左側が1年半前の青木さん、そして右側が、現在の青木さんでございます。今日はですね、青木さんと一緒に懸垂トレーニングをしていきたいと思いますので、もしよかったら最後までご覧ください。ではやっていきます。お願いします。ウィッススウィッススまずは通常の懸垂をご紹介していきます。じゃあまず私が普通のチンニング懸垂ですね、10回やってみます。大体肩幅ぐらいですね、手幅は。ここでぶら下がった状態から極力胸を前に近づけていきます。そうですね、この人本当にすぐ調子に乗りますね。仕方していきましょう。毎年すごいですね。余裕ですか、鋼さん。はい、こうですね。続いては青木さんが、懸垂に挑戦いたします。ご覧ください。では青木さんの懸垂チンニングをやっていきたいと思います。一番最初ね、やった時は全くできなくて0回だったんですけども、今日はね、どこまでできるのかちょっと記録に挑戦してみたいと思います。ちなみに今どのぐらいできるんでしたっけ？5回。5回、もうでも十分ですね。0回から5回までできるようになったんですけど、じゃあ今日は6回チャレンジしていきましょう。よろしくお願いします。いい声。ではお願いします。はい、いきます。はい、ぶら下がった状態から来た。1ですね。2 3、しっかり肘も伸びきってます。あれ何回だっけ？5。おっ、いけ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 。もう一回。いや、きつい。はい、6回。どうですか？ギリギリいったんじゃないですか？はい、自己ベストですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。鋼先生、いつもご指導いただきありがとうございます。ウィッススはい、青木さんの自己ベスト更新を見届けたところで、続いては実際に懸垂ができるようになるトレーニングをご紹介していきます。懸垂ができるようになるための、まず簡単な初歩的なトレーニングをご紹介していきます。家とかではできないと思うんですけども、公園とかであればこういった高さの鉄棒があると思うんですけども、この低い状態で体を引く動作っていうのを練習するといいです。まあ具体的にやってみると、体を斜めにした状態でしっかりと胸をバーに当てていくイメージですね。こういう動作でもまずは練習します。これで引くっていう動作の感覚を身につけていくことがまず、ポイントになってくるので、まあ、近くとかに、公園、こういう鉄棒とかあればそういった練習をしていくとまずはいいかと思います。続いては、高負荷なトレーニングメニューになります。で、次にちょっと高負荷なトレーニングになるんですけども、さっき言った懸垂ですね。
トップまで上がった状態からそこでキープしてゆっくり下がっていくっていうトレーニングがあります。まずですね、ここのベンチ台とかの上に登って高さを稼いだところから足を踏み出して、そうですね、で頑張ってキープして、でゆっくり下ろしていきます。で着地、これをもう一回何回か繰り返していきます。持って上でキープ、でゆっくり下がっていきます。で慣れてきたらジャンプしてそのままキープするやり方もあります。その場からジャンプしてキープ、でゆっくり下がる、もう一回ジャンプ、ゆっくりと。これもなかなか負荷の高いトレーニングですけども、続けていけば懸垂は確実にできるようになってきます。ということで青木さん、ちょっとやってみましょう。じゃあ早速青木さんが今の懸垂トレーニングを行っていきます。その場でジャンプして上で3秒キープして3秒かけて下ろしていきましょう。はい、お願いします。はい、そうそうそう、1、2、3、4、5、6、ちゃんと肘を伸ばしきるまでぶら下がります。どうぞ、1、2、3、4、5、6、そうですね、じゃあと3回、はい、3、2、3、4、5、6、あと2つ、4、2、3、4、5、6、はい、きついですけど最後頑張りましょう。よし、はい、はい、オッケー。回数は5回でしたけどもどうすか、これ本当に思ったよりもきついんで皆さん一度やってみてください。ウィセス。またペアでトレーニングを行うときはアシストをしてあげるとより効果的になります。いきます。はい、了解。懸垂トレーニング終わりました。いかがだったでしょうか。このトレーニングを継続すれば確実にあなたも懸垂できるようになりますので、継続して頑張ってやってみてください。いかがでしたか、トレーニング。いやもう毎度毎度鋼先生のトレーニングがきつくて本当に、息も絶え絶えになるんですけれども、いつも充実感を味わって終わることができるので最高です。ありがとうございます。青木さんも日々成長中ですので、これからも温かく見守ってくれたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん鋼先生のチャンネル高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。おはようございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。